どうも驚いたな。遺言書なんてものはこんなに書きにくい、じれったいものとは知らなかった。しかしそれでもせっかく自殺するのだから何とか書いておかないと後で張り合いがないだろうと思っておまけのつもりで書くわけだが、何を隠そう、その規模に入った美少女とピンピン生きている美少年とが現実に接吻抱擁することによって、我が輩が必須の研究事業である精神科学の根本原理、すなわち心理遺伝と名付くる研究発表の結論となるべき実験がめでたしめでたしになる手はずになっているのだ。どうだい、こんな面白い痛快な学術実験がまたの他にありますかい？いや、おそらくないはずだ。というのは、第一にこの実験の基礎となっている精神科学という学問が我が輩独特の新規新発明に属するものなんだから、のみならずその中でもまた我が輩先輩の精神病学の実験というのが普通の医学や何かのそれと違って鳥や獣や人間の死体などを相手に研究はできない。